ファブリツ・ヨライは、イタリア・ミラノ県、コルナレード出身のオートバイレーサー。ロードレース世界選手権 125cc クラス 250cc クラスへの出場経験を持つ。7歳から15歳までは、モトクロスレースに参戦した。その後、ロードレースに転向し、1996年と1997年には、ミニバイクのヨーロッパ選手権を制した。 1998年はアプリリアチャレンジカップに参戦し、翌1999年からはロードレースイタリア選手権 125cc クラスに参戦を開始した。2001年にはロードレース世界選手権最終戦バレンシアにワイルドカード枠で出場し、グランプリデビューを果たした。2002年には支部のチャンピオンに輝き、また、 スペイン選手権でもシリーズランキング3位に入った。125cc クラス2003年24歳のダイはロードレース世界選手権 125cc クラスにフル参戦デビューを果たした。マシンはこの年から参戦を開始したマラグーティだった。開発途上のマシンで苦戦が続いたが、ウェットレースとなった第7戦ダッチ TT で14位で完走し、同社に グランプリ初ポイントをもたらした。第は、その後3レースでポイントを獲得し、シリーズランキングでは25位を記録した。2004年シーズンは、ジレラのファクトリーチームに移籍した。赤旗中段、再レースとなった第12戦日本 GP では、アンドレア・ドビツヨーゾに次ぐニ位でフィニッシュし、自身初の表彰台を獲得した。シリーズランキングでもこの年16位と、大きく、 成績を向上させた。2005年は、前年度に、チャンピオンのドビツー像を排出したチームスコットが、運営に携わるコプロンレーシングワールドチームに移籍、新たに、ホンダ RS125R を変えることになった。ライはこの年開幕戦スペインで3位、第3戦中国で2位、第8戦イギリスで3位と3度表彰台に立ち、シリーズ6位と、さらに成績を伸ばした。 2006年はバルジール・セイドルフレーシングに移籍。引き続きホンダ RS を買ったが、表彰台は第5戦フランスでの3位1回のみでシリーズ11位と期待外れのシーズンに終わった。250cc クラス2007年シーズン、台はカンペテーラ・レーシングより関口太郎のチームメイトとして 250cc クラスにステップアップを果たした。 カスタマー仕様のアプリリアを買ったこの年、第は、第14戦ポルトガルでの9位が、最高位、49ポイントを獲得し、シリーズ14位に入り、ベストプライベーター賞を授けられた。2008年もカンペテーラーに残留、マシンはアプリリアから、同じピアジオ参加のジレラブランドに変わった。元チャンピオンのマヌエル・ポジャーリをチームメイトに迎えた、このシーズン。 第16戦をオーストラリアでの10位に止まりシリーズ18位に終わった。現在のところ2008年の最終戦バレンシアが第の最後のグランプリ参戦となっている。2009年シーズン、第はスーパースポーツ世界選手権にエコー CRS グランプリチームからホンダ CBR600RR を買って参戦を開始した。しかし戦を終えてのベストリザルトは キャラミでの20位に止まり、シーズンの残りは、ファブリツェオ・ペロッティにシートを奪われてしまった。2010年シーズンは、イタリアロードレース選手権に復帰し、エコー・ CRS、ホンダチームから、CBR600RR で、スーパースポーツクラスに参戦している。ありがとうございます。